はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は、はい、新仮面ライダーからのね、プライズ英雄雄像、はい、こちらのね、1号2号行きたいと思います。そう、新仮面ライダーもね、まあ、映画見に行ったけどね、もう一回見に行きたいなっていう感じ。そう、なんといっても、入場特典のカード、あれを揃えたいんだけど、結構種類が多いから、ね、なかなか大変。またね、そのうちちょっとね、映画館の大迫力の、はい、環境で見に行きたいなとは思います。そんなわけでね、まあ、雑談含めて、はい、プライズ見ていきたいなと思います。まずはね、1号の方から見ていこうか。そうで、まあ、結構ね、いろんな情報もね、解禁されたから、まあある程度のところまでちょっと突っ込んでもいいのかなみたいな気はしますけれども、そう、まずね、新仮面ライダー、そう、まあ、映像がね、迫力ある。まあ、映画館で見るからっていうのもあるんだけどね、めちゃくちゃ迫力があります。まあ、冒頭はね、ショッカーの基地からの脱走シーンか。そう、バイクでカーチェイス、あれはね、箱根のターンパイクなんだよね。そう、ちょっとね、あそこら辺のロケ地なんかもね、またまた行きたいなとは思いますけれども。そうで、まあね、ベルトの時にもね、ちょっと映像はさしたんですが、まあ、奥多摩の方、そう、あそこのね、ロケ地なんかはね、まあ、何年か、去年一昨年かなぐらいはね、ちょっとバイクでツーリングがてら見てきたんですけれども、いやー、いいねちょうどね、やっぱりそのロケ地もね、子供と一緒に回ってて、うん、その最初にね、クモオグとの戦闘のシーン、そう、囲まれるシーンが、ちょうどね、奥多摩のダムのそばだったんだけど、あ、ここみたいな終わったと言ってましたね。そうで、まあ、冒頭が、まあ、クモオグとの戦いで、であとはそのね、なぜそう本郷猛はこういう風になってしまったのかっていうね、まあ、説明がてらの、そう、よいしょ、会話シーンだったんだけど、まあ、なんだろうね、この仮面ライダーっていう世界観の中、そう、尺の中で収めるにはやっぱり、うん、ちょっとね、その説明ありきの、うん、セリフっていうのは結構重要かなと思う。だから結構全てを詰め込むっていうのは無理だと思うんですけども、結構ね、尺の中でいい感じで抑えてくれたかなとは思います。はい、で、まあ、こちらから見るか、うん、っていうのはね、その、まあ、個人的に好きな部分っていうのは、そのショッカーの悪巧み、そう、まあ、ショッカーに限らずね、まあ、敵型の悪巧みとかね、その改造人間製造シーンとか、ああいったのがね、結構好きなんですけれども、うん、まあ、そこら辺はね、一切なかったよね。で、まあ、その、まあ、クモオグにしろ、コウモリオグ、ハチオグ、うん、その他チョウオグにしろね、まあ、全てそのもう完成品、完成体となって現れてるっていうところなんで、まあ、どのようにね、彼らがショッカーに入っていったかとか、そういったストーリーなんかは結構ね、気にはなったりします。ただ、なんだっけ、ヤングジャンプだかなんだか、そう、漫画でもあるんですよね。ただ、そっちの方は全く見てないので、あくまでもその映画、うん、新仮面ライダーという映画を見た中での、はい、感覚なんですけれども。で、こちらが2号、はい、見てみましょうか。で、まあ、よくね、食玩とかにありがちな、そう、このね、アンテナ部分は、そう、別パーツで刺すっていうタイプではなくて、あらかじめもう完成品なので、そう、折れないようにもうプチプチがくるまれてるっていう。で、上半身下半身をつなげて完成なんだけど、で、別パーツで腕なんだよね。腕がもう差し込まれて接着されて、頭部とか、あとは頭部もこれクリアか、うん、クリアで造形されてるっていう感じ。はい、よし、あとはスタンド、はい、で、1号2号組み立て完了。はい、1号2号今ね、ぐるっと前傾見たわけなんですけども、まあ、このね、英雄雄像、このシリーズ、まあ、パッケージにも書いてある通り、実写ヒーローのスーツデザイン、プロポーションを徹底的に考察、うん、で、こっからね、スーツのシワとかね、まあ、かなりリアルに再現っていうのが売りのフィギュアのだけあって、かなり、うん、リアルに作られてる、うん、だからこれ背景とか、ね、ジオラマとかうまく作り込めば、うん、実写っぽくは撮れるんじゃないかなとは思います。そうで、まあ、映画的にはね、まあ、いろいろ、まあ、クモオグだったり、で、コウモリオグで、そしてハチだよね。もうハチで衝撃受けたね、うん、和装さらに刀でハチ、いや、もうあれたまんないよね。もうあれ、ハチだけ見に行きたいもん、本当に。で、カードもハチがやっぱ欲しいなとか思いつつ見てました。で、まあ、結局ね、その、まあ、かなりね、ストーリーなんかも駆け足で、
そのなぜ僕がこのようになったんですかみたいな、君が望んだからだみたいな、もうほんとざっくりとそこら辺はね進んで、あとはねもう敵と戦っていくみたいな感じで、うん、進んでったんだけどね。いやでもほんとあの尺の中で収めた中ではね、かなり個人的にはいいです。うん、まあでも映画なんかはね、本当あの、まあ、賛否両論、いいって思う人がいれば悪いと思う人がいる、うん、ただ個人的には良かったなっていう感じ、うん、でやっぱりまあよく言えばね、あのそうザ・ファーストが結構好きなので、あれなんか本当ショッカーのね、うん、あのなんだろう、改造人間、うん、そのままラチってきて、ね、基地に収納してみたいな感じの流れがすごい好きだったんですけどね、うん、改造人間ならではの悲しみとか、なんか苦悩とか、うん、切なさっていうのが出てた作品かなと思うんですけど、こっちに至ってはもうね、ショッカーから抜け出しました、戦いますみたいな感じで派手なアクションだったりなんだりです。でまあ2号に至ってもね、最初あのお兄ちゃんのところから、うん、スーッと出てきてお見せしようみたいな感じでそう出てきたんですけれども、そうこのね、洗脳が解けてからのこの共闘シーン、これはもう素晴らしかった。なんだろうね、このキャラというか性格がすごいいいのかな。いやでも本当これリアルだな。でまあその変身シーンだったりね、バイクだったり、そうサイクロンも変形するのね、あれがねすげえおーってなったしね、なんか空中戦が意外と多かったっていう、途中なんかドラゴンボールっぽいなみたいな感じもあったけど、まああれもあれで OK でしょう。でまあ、このね顔部分なんかも、まあ、元々このクリアパーツでこのメットペイントなので、ここら辺だけ残ってる感じだよね、クリアで。この辺なんかあの食玩のね HDM とかあの辺のシリーズもそうだったんだけど、クリアパーツで中が別パーツなのかな、もしくはこの何この目の部分の裏がこういった造形でちょっと色がついてるかなみたいな感じで、こっちは2号もそんな感じですよね。そう結構その仮面ライダーのシステム、なんちゃらオーグメントシステムだっけ、そうちょっと詳しくはあれですけれども、うん、そこら辺もなんかなんちゃらオーグみたいな感じ、うん、なんとか怪人とかではなくなんちゃらオーグっていうね感じ、まあ、後ろには結構あの なんか担保印刷この辺書いてほしかったんだけど、そこら辺はやっぱないのかな。ただまあこの背中のこのね、そのバッタの羽を模したものだったり、このベルトの裏側のこの形状だったりっていうのもまあしっかりしてるかな。そうもう一回ね見に行きたい仮面ライダーで、あとはこれあれよね、その髪型も忠実に再現、そう髪の毛に至ってもね、そのメットからはみ出た髪の毛っていうのも再現されてるし、まあ2号に至ってはね、その人間体のその首が、うん、そのまま肌色としてこの隙間から、うん、覗いてるので、まあ、こういったのも作り込まれてるかなといった感じ。まあ、証拠隠滅のためにね、やられたら泡になって消えちゃうよとかね、結構その原作であるシーンっていうのはね、ところどころいろいろね再現されてたっていうのも面白いところだし、あとはもう本当ね、ファンであればニヤッとするシーンもあるんだけど、全く無知の状態で見に行っても楽しいアクション映画かなっていうのは思います。うん、ただね、そのうちの子供なんかもやっぱりその昭和の、うん、1号2号とかの仮面ライダーは全く見てない世代なんですけど、まあ、パッと見て、うん、見入ってたし、まあ、この前が仮面ライダーではなく新ウルトラマンだったんですけど、まあ、そこら辺もやっぱり予備知識なくて見ても面白かったみたいな感じ、うん、で、まあ、あのたまにね、あの新エヴァ、うん、あれもね今2まで見たのかな、子供と一緒に、うん、ちょっと分かんないけどなんか見入ってる感じ、ちょっと繰り返し見たいなみたいなことを言ってるんで、ただね、シン・ゴジに関してはまだあの辺がねちょっと難しいかなとは思ったけど、まあパニックになって慌ててる人間っていうのはまあ理解できるみたいで、うん、まあ新シリーズはなかなかね結構見ると面白いので、もう一回に機会があったら見せてあげようかなとか思ってます。はい、うん、でもね、新仮面ライダー結局そのなんだろうね、なんかの映像 YouTube とかでも出てたんだけど、そう続編に繋がりそうな終わり方はしてるんだよね、うん、結局あのショッカー自体はねまだ完全には滅んでないし、うん、続きそうな終わり方はあったんでね、まあでもなんか予算次第なんだっけ、うん、なのでちょっと続きもあるんであれば見たいかなみたいな。そうまたまあ本当予算とかいろいろ厳しいとは思うんだけどね、なんだろうね、ザ・ファーストシリーズだったらネクストっていうのもあったんだけど、 V3 までのやつ、そうあ
そこまで行くのかな行かないのかなどうなんだろうまあでもちょっといろいろ楽しみにしたいかなとは思います。はい、まあそんなわけでちょっとね雑談メインのプライズ仮面ライダーの英雄雄像のフィギュアでした。でこちらね変身ベルトとかはね別で動画はやってますのでぜひともねチェックをよろしくお願いいたします。んやっぱりねプライズなんだろうねその満単位満超えのいいお値段のフィギュアもいいんだけど個人的にはもう本当こういったね手軽なプライズっていうのは結構好きで、でもね本当あれを1体2体集めちゃうともう本当どんどん増えていっちゃうからフィギュアは自重しないとやばい。でもこれはかっこいいそんなフィギュアです。そグローブなんかもかなりしっかりしてる。そう、まあ、やっぱりあれよねその冒頭そうカーチェイスで逃げ切ったシーンからのヘルメットを強引にむしり取った時のあの顔っていうのがもうインパクト絶大だよね。悲しみの戦士仮面で顔を隠すとかいろいろね、まあ、その仮面の意味合いはあるんだけども顔見られたらダメよみたいなねあるんだけどもね仮面ライダーいいっすよ。なんかねこのパッと見ると本当昭和みたいな古いみたいな印象なんだけど、まあ、あの映画はね古いながらも新しい演出っていうのがすげえ多いからね面白いです。そう車のナンバーなんかもね本当昔のナンバーのような、うん、数字のね桁数だったり、まあ、あとはあれよそのお兄ちゃんの座ってたところの横にあったのはホンダドリームだっけあれあんなのもねもう今市場にほとんどない貴重な希少種の車両だと思う。あれもなんかベース車だったんだっけなんかのね。なので、まあ、そういった細かいところまでも含めてもう一回見に行きたいなと思います。はい、そんなわけでね今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。